関東周辺の山あいで起きた一連の強盗事件をめぐり、被害者のキャッシュカードで現金を引き出そうとした窃盗未遂などの疑いで栃木、群馬、長野の3県警がベトナム国籍の男2人を逮捕しました。警察は強盗事件との関連も捜査しています。これは JNN が撮影した昨日午後9時半頃の容疑者の映像。黒いマスクをつけた男が栃木県警日光署から出てきました。関東周辺で起きた一連の強盗事件に関わっている可能性のある舞番 C 容疑者23です。窃盗未遂などの疑いで逮捕されたのはベトナム国籍のホアン・フー・ホア容疑者25と C 容疑者23の2人です。警察によりますと、ホア容疑者は先月30日栃木県日光市で発生した強盗事件の被害者のキャッシュカードで ATM から現金を引き出そうとした疑いが持たれています。入管難民法違反容疑で逮捕された C 容疑者は在留期間を過ぎたにもかかわらず日本に滞在していた疑いが持たれています。2人は逮捕された際一緒に行動をしていたということです。警察は2人が関東周辺の山あいの一軒家で起きた一連の強盗事件にも関わっている可能性があるとみて関連を調べています。数多くの移民難民を受け入れてきたドイツでの話なのですが、昨年度の犯罪統計における暴力犯罪の件数は約21万5000件に達し、15年ぶりの最高値に至ったそうです。またその容疑者の 41% はドイツのパスポートを有さない者、すなわち外国人であったとのこと。これまでドイツでは移民難民の受け入れが犯罪発生率の増加に必ずしも寄与しないとの見解が支配的でしたが、バイエルン州の内務大臣が移民難民の増加と犯罪発生率の増加には関連があることを事実上認める旨の発言をするなど風向きが変わりつつあります。日本での暴力犯罪の件数は毎年およそ6万件発生しており、今のところほとんどが日本人によるものですが、欧州の現状を見る限りでは移民難民の受け入れは今後より一層慎重かつ厳密に行わなければならないことを示唆していると言えるでしょう。人手不足だからといい安易に外国人を就業入国させるからでしょう。文化や民族環境の違いがありすぎるのに、日本人よりも賃金が低くてある程度物価が高めでお金が必要な日本で生活するため、金に困った外国人が何をするか当たり前だけど、わかりますやん、国に責任はあると思いますよ。日本は昔に比べて外国人のせいで治安が悪化してきてます。外国人をたくさん入れてから庶民は安心した生活が送れなくなった。これも安い労働者にこだわった経団連が政府自民党に言い寄って金持ちのための政策として行われたもの。もう日本の安心安全と大和の魂を渡してはならない。新しい保守を作っていかなければならない。確か国のブローカーに大金を払って日本に出稼ぎに来てるんだよね。それが未だに続いているのならそれが原因だろう。何かがあっても稼いで帰らなければならない。やることは単純。なんで在留期間過ぎた人間が日本にいるんだよ。おかしいだろ。こうなったら今度の選挙では移民対策を公約に掲げる候補を応援することにする。外国人による犯罪が増えている。令和になってから日本の治安は悪化しているように思う。多文化共生どころではない。そろそろ日本人だからといっておとなしくしているやつらばかりではないと思わせないといかんな。最低でも枕の下に催涙スプレーや特殊警棒を備えないと。在留外国人340万人のほとんどは真面目で規律正しく日本文化に沿った生活を行うよう努力しています。こういったことを犯す共柄はいますが、そんなのは全体の 0.000 数%です。数少ないやらかしにばかり着目するのではなく、堅実に頑張っている多くの在留外国人の方にも注目してあげてください。